オリオールズ6、3エンゼルス、日本時間5日、アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地オリオールズ戦を右脇腹の張りで欠場した。試合後の取材に応じたフィル・ネビン監督の顔は険しく、翌5日、同6日に検査をするとしたが、かなり痛そうだった、と話すのみで、今後の方針について明言は避けた。試合開始の約1時間半前、記者席に球団広報が来てスタメン表を回収した、スクラッチか、先発を外れるのか、の問いにも罰が悪そうに言葉を濁すだけだった。その数分後、新しいスタメン表が配られる前に、エンゼルス、オリオールズの両地元メディアがこぞって大谷翔平の欠場を伝えた。エンゼルス版記者の多くは異変が起きた瞬間を見ていなかった。大谷翔平は7月7日、同8日の敵地ドジャース戦以来、約2ヶ月ぶりに行った屋外フリー打撃で、ハーフスイングをした際に、顔をしかめそのままベンチ裏に下がっていった。この時、球場のスイートルームでは代理人のネズバレロ氏が今後の方針について語り、皆さんにお伝えしたいのは、翔平の今後は大丈夫ということだ、と強調していたばかりだった。試合後のクラブハウスに大谷翔平の姿はなく、ネビン監督も明日検査するとしか話していない。試合前の時点で今季チームトップの135試合に出場。欠場はわずかに2試合だった。バレロ氏は疲労についての話題は誇張されているように感じていると話していたが、結果的に新たな怪我につながってしまった。バレロ氏は今後の方針について、右肘の内側側副靭帯再建術、トミー・ジョンイコール TJ 手術以外の方法も検討していることを示唆していた。一方で、仮に TJ 手術をする場合、現時点で行えば、来季の開幕に打者として間に合う可能性が高い。大谷翔平がどういう決断をするのか、二刀流が新たな試練にぶつかっている。残りシーズン欠場が賢明な選択、上脇腹の張りで欠場した大谷翔平に米メディアが見解、FA 前にさらなる怪我のリスクを抑えられる。現地9月4日、日本時間5日、エンゼルスの大谷翔平は試合前の打撃練習中に右脇腹の張りを訴え、急遽欠場となった。二刀流スターが不在のチームはオリオールズに3対6で敗れた。この試合、2番指名打者で先発出場することが発表されていた大谷翔平。この日はグラウンドに姿を見せてフリー打撃を行った。快音を響かせていたが、急遽右脇腹べりを抑えると、クラブハウスに引き上げていった。その後、球団は右脇腹の張りで大谷翔平がスタメンから外れることを発表した。二刀流スターは先発登板した現地時間8月23日、同24日のレッズ戦で緊急降板。試合後に右肘側副靭帯の損傷であることが判明し、今季は投手として出場せず、打者に専念することが決まっていた。しかし、この日のアクシデントは今後の打者出場にも何らかの影響があるとみられる。日米のファンからは大谷翔平の状態を心配する声が上がっているが、現地メディアは今後の出場に関する見解を示している。米スポーツサイト、クラッチポインツは記事を配信し、大谷翔平のアクシデントについて言及した。同メディアは、翔平大谷が UCL 内側側副靭帯損傷に関する前向きな情報を受けたと報じられていただけに、このタイミングでのアクシデントは混乱を招いた。大谷がオリオールズ戦に欠場した理由は当初明かされなかったので、多くのファンを不安にさせた、と記載。試合前に大谷翔平の代理人を務めているネズバレロ氏が取材に応じ、右肘の状態について説明。今回の故障箇所は2018年にトミー・ジョン手術をした箇所とは異なることを明かしていたが、このタイミングで右脇腹のアクシデントに襲われた。また、同メディアは今後の出場についても言及。この右脇腹張りが、大谷の残りのシーズンにどのような影響を与えるか、注視する価値はあるだろう。程度によっては回復に数ヶ月かかることもある。今のところ、重症度については発表されていない、と記載し、続けて、大谷の右脇腹張りが重大なものであれば、残りシーズンを欠場することが賢い選択だろう。そうすることで、どのような肘の手術が必要かを見極めることに集中でき、本当にフリーエージェントとなる前にさらなる怪我のリスクを抑えることができると見解を示した。
二刀流スターは今後に大きな注目が集まる。大谷翔平の再生プラン、外野手として出場なら盗塁増加でトリプルスリーも狙えるか。怪我を押して打者として出場を続けるエンゼルス、大谷翔平29。果たして来季以降、二刀流は継続できるのか、世界中のファンが不安に思う中、規格外のユニコーンはさらなる進化を模索し始めていた。レーザーショー、手術を受けて復帰するまでの期間を考えると、来季は先発投手と打者という従来の二刀流は見られない可能性が高い。が、前回の手術を経て進化を遂げた今の大谷翔平が、打者に専念するだけにとどまるだろうか。むしろ、今後に向け新たな三刀流にチャレンジするのではないかという期待の声も上がりつつある。現地で取材する野球専門メディア、フルカウント、MLB 担当の小谷真也氏は、投手としての手術のリハビリが最優先になりますが、と前置きしつつ、大谷翔平が外野手としてフィールドに立つ可能性もゼロではないと話す。大谷翔平は2021年、投手として先発し降板後にライトに入り、打席が回ってくるのを待つという出場の仕方をすることがありました。練習中に大谷翔平がセンターでノックに入るのを見たことがありますが、うまいですよ。打球への入り方やクッションボールの処理がスムーズで、トップクラスの強肩もあります。イチローのレーザービームをしのぐレーザーショーが見られるかもしれないのだ。プロ野球のデータ分析に詳しいジャーナリストの疲労講師は、外野手として出場することで盗塁が増えると予想する。投手として投げているときは、大谷翔平は盗塁を控えます。今季は19盗塁ですが、先発登板がないうちにトリプルスリーも狙えるでしょう。リハビリを重ねながら投手としての投球が可能になれば、さらに守護神大谷翔平が実現するプランもあるという。WBC の決勝、米国戦で9回に登板し、マイク・トラウト32を三振に切った姿は記憶に新しい。先発より体にかかる負担が少ないことが大きなメリットです。大谷翔平は他の投手より肩を作るのが早く、日本ハム時代に抑えとして登板し165キロを連発するほど、少ない球数で力を発揮できる。外野手として試合に出場し、最終回に守護神として登板する三刀流プランも不可能ではないでしょう。守護神大谷翔平が誕生したら、史上初のセーブ王&ホームラン王も可能だと思います。野球ライター。新たな大谷翔平ルールも、大谷翔平の負担を減らすために、メジャー側が新たな大谷翔平ルールを用意することも考えられる。メジャーリーグ研究家の福島亮和氏が語る。投手が降板しても DH として残れるルールや、今シーズンから全球団が対戦するようになったことが、大谷翔平ルールと言われるように、今、メジャーは大谷翔平を中心に回っている。もし先発が難しく中継ぎや抑えに転向したら、大谷翔平の負担を減らす新たなルールが導入される可能性はあります。2度の MVP を獲得したフィリーズの主砲であるブライス・ハーパー外野手、30も、昨年11月にトミー・ジョン手術を受けたが、5ヶ月余りという異例のスピードで復活を遂げ、8月には8本塁打と爆発している。ハーパーは28日の試合後、大谷翔平にこんなエールを送ったという。私だけではなくみんなが翔平のプレーを見るのが好きだから、翔平らしくいてほしい。投打をこなす負担は想像がつかないけど、彼は手術のリハビリをすでに一度経験している。さらに強くなって、二刀流で戻ってきてほしいね。これまでも不可能と思われた壁や試練を乗り越えてきた大谷翔平。二刀流の危機を糧にし、どのように進化を遂げるか、目が離せない。